確かに初めましてだけど、初めて会った気はしないな。ずっとどこかでつながっている感じがしてたからね。君も気づいていたんじゃないか。君の人生はとても興味深い。過酷で危険で、とても平穏とは言えない人生だ。どうして君は旅を、冒険家を続けるんだい？ああ、そうだったな。僕もよく知っている。火を灯さなければ消えることはない。何も決めなければ傷つくこともない。でも君は命が燃え尽きるその時までこうして旅を続けるだろう。挑み、傷つきつつも夢を叶え、希望という明かりで周囲を照らしながら。ああ、考えただけでもワクワクしてくるな。君に頼みがあるんだ。できれば一緒に行きたかったけど、この体はどうやら限界みたいだ。でもここで終わるわけにはいかない。冒険はまだ続いているからね。だから僕を、僕の魂と力を一緒に連れて行ってくれないか、アドル・クリスティン。目が覚めたか。大丈夫か。まだ意識がはっきりしないようだな。ここは監獄内にあるゾラの錬金研究所だ。居心地は良くないが、そなたの処置はここで行うほかなかった。それよりもアドル・クリスティン、そなたと話すのは初めてになるか。それは、そうだな、どこから説明したものだか。それについては私から説明させてもらおうか。スミノフ殿。冒険家アドル・クリスティンとそのホムンクルスである赤の王、今の君には二人の魂が両方とも宿っているはずだ。まあ、もともとは一人の人物だから一人に戻ったと言うべきか。赤の王の力と意識を受け継いでいるのは実感できるか。そんなことが。錬成時における魂と魂の対話か。それは興味深いな。スミノフ殿はゾラの助手だが、ゆえあって今は協力してくれている。彼が君たち二人の魂を一つに錬成してくれたのだ。すまないが、赤の王を救うにはこれしかなかったのだ。いや、てっきり責められると思ったが、君も不思議な若者だな。どうやら彼は問題なさそうだ。うむ、そうだな。ああ、皆が揃ってから話そうと思ったのだが、どうやらちょうどよかったようだ。よかった、成功したんだ。ふん。初めましてですね。そっか、本当のアドルさんには初めて会ったことになるんですね。へえ、本当に父さんがそんなことできるなんて。まあ、家出の成果ってとこだな。いずれきちんと話を聞かせてもらいたいね。とにかく
アドル君とはいつも通りでいいってことでしょ。よかったです。ええ、安心いたしました。で、話ってのは一体何なんだ。ああ、まず本題に入る前に話しておくべきことがある。他ならぬ、私たちホムンクルスを作り出したゾラのことだ。奴はそもそも何者だ。あんたの知り合いのようだが。あの人は、いや、錬金術師ゾラは彼は百年戦争でロスビータ様の副官を務めた青年貴族でした。羽もな、記憶が戻ったの。ええ、この部屋を見た時から少しずつですが。副官ってことは昔から知り合いだったんだ。そういや、例の絵にも聖女の横に男が描かれてたな。今はガキのなりをしているが、もしかするとあれがそうなのか。ああ、あの戦争は神々の代理戦争でもあった。グリアは主神グリムニルの、ブリ隊はルキの加護を受けていた。だが人間たちの戦果はやがて神々の世界にも飛び火した。グリムニルとルキ、神々も二つの陣営に分かれて相争い、ついにはグリムニルがルキと差し違えたのだ。それってまさにノース教に伝わる神々の黄昏じゃないか。うむ、あの戦争がきっかけとなり、グリア土着の神々は滅び去った。神様が。でも、それじゃあグリムワールドは。神々がグリムワールドの魔物を浄化してたって話だよね。神々が去っても、グリムワールドは人々の感情から魔を生み続ける。人は自らが生み出す魔物を自分たちで処理する必要に迫られた。ところが百年戦争を通してグリアの人心は大いに荒廃し、そこから生み出される魔はもはや人の手に負えなくなっていた。どうなったの。そこに登場したのがゾラだ。彼は私の処刑を軍を辞して故郷に戻っていたが、やがて取り憑かれたようにあるものの研究に没頭し始めた。あ、それが錬金術ってことね。でもどうして急に。わかんねえのかよ。お父様は上官として、そして女性として慕ったロスビータ様を蘇らせたかった。そのために領土と財産を投げ打って錬金術の研究に心血を注いだのです。よく寝食を忘れて研究室に閉じこもっておられました。そうして生まれたのが。ああ、この私というわけだ。そんな悲しい理由があったんですね。うん、ちょっとびっくりしちゃった。そしてゾラは錬金術師として再び公式の場に姿を現した。グリムワールドに苦悩するグリア王家にある提案を行うために。まさか。夜に対抗するには武と地に秀でたものが常に必要とされる。何せ神々の代わりを果たすのだからな。そこでゾラはホムンクルスの戦士を作り出すことを提案したのだ。晩酌つきかけていたグリア王家はこれに飛びついた。そういうことだったか。知っての通り、ホムンクルスを作るには材料となる人材が必要だ。王家が候補を募ると、ある者たちがこれに応じてきた。そう、私と共に百年戦争を戦った領友とも言うべき存在、そなたたち、すなわち研究棟に保管されている英雄たちだ。かくして彼らのホムンクルスが密かに魔を狩り、王国の平穏は保たれることになった。そして数百年を経て今に至るというわけですね。ああ、戦士が傷つき倒れれば次の新たな戦士が作られた。ゾラも自身のホムンクルスを作り、魂を移し替えながら研究を続けた。そして戦士の異能を発現させ、この地に縛り付ける仕組みを実現した。それが私たちの呪い。そうだったんですね。でもどうして僕らを
普通の家庭や孤児院に預けたの？僕たち以前のホムンクルスもそうやって育てたってこと？いや、昔は私とゾラがホムンクルスたちを育てていた。しかし15年ほど前にゾラが忽然と姿を消したのだ。ちょうど前任の戦士たちが力尽き、そなたたちは戦うにはまだ幼すぎた。そのため私はグリムワルドに一人で立ち向かうことにした。申し訳ないが、そなたらを町の者に預けるしかなかったのだ。そうだったんだ。たった一人で。その結局ゾラさんは今までどうしていたんでしょう？当時研究を続ける中で新たな発見をしたと言い残している彼の言う最後の研究、今もどこかで進めているはずだ。もう一つわからねえことがある。あんたの存在だ。聖女はブリタイ軍に騙され火炙りにされて死んだはずだ。あんた一体どうやって作られた？確かに僕たちは本人の体が残っているけど、お父様が錬成できるのは物質や肉体だけではありません。人の魂ですら錬成することが可能なのです。そういえばそんなこと言ってたけど、彼の研究によって最初に錬成された魂がこの私なのです。そして私をロスビータの遺品である人形に定着させました。え？それは、ええ、思い出した時は私もさすがに驚きました。でもそれには理由があったのです。私を見守り続けた人形に魂を与え、私に関する情報を得るためだ。そしてその魂から得た情報と一房の遺髪から私が錬成された。え？記憶から存在を再現できるってことか。それって人に許された領域をもう超えてるんじゃ？うん、私たちやアプリリスさんが作られた経緯は分かりました。でもそれじゃあアドルさんは？ゾラの言う最後の研究に関係してるみたいだけど。それは私にも分からない。だがハドルの冒険家としての豊富な見識を欲しているとすると、まさかこれまで監獄で見た未知の魔物たちや古代種の存在、もしかするとアドルさんが過去の冒険で出会ったものでは？マジかよ。そんな予感はしていたが、やはりそうであったか。大丈夫でしょうか？ああ、このままゾラさんを放っておいて大丈夫でしょうか？私も本意を問いただしたいが、彼の居場所は用として知れない。それに今この時期にはもう一つ対処せねばならないことがある。対処って何のことかしら？間もなくバルドゥークは100年戦争の戦勝記念祭を迎える。それってロスビータが皆さんがバルデュークを奪還した日を祝うお祭りですね。実感ねえな。そりゃね、もうそんな時期か。でも記念祭がどうかしたの？時を経てなおも100年戦争がこの地に残した傷跡は深い。例年その日は最大級のグリムワルドの夜が顕現する。最大級ってマジかよ。戦勝記念日って確か3日後だよね。あまり時間はありませんね。ゾラのことも気にかかるが、今は夜への対応を優先したい。一旦そなたたちは町へ戻り休養を取った方がよかろう。確かに心身ともに疲れ切ってるかな。いろいろありましたから。正直まだ気持ちの整理もできてないしね。私はこれから
夜やゾラの動向を調べに出かける。もし分かったことがあれば私から連絡を入れよう。それまでは皆しっかり体を休めておいてくれ。周りを開始しましょうか。百年戦争関係の場所は気をつけろって言ってたね。逆に言えばそこで効率的に魔物どもを叩けるってことだろ。ではそのあたりに気をつけて回ってみましょう。よし、出発するわよ。アドル、どうした？そうではないが、私は500年間こうして戦友のホムンクルスたちと戦い抜いてきた。何十人もの彼らを育て、そしてその最後を見取ってきたのだ。ひたすら夜の魔を飼っては力尽きた戦友たちを見送る。そんなことを繰り返すうちに私の心は次第に冷え切っていった。悲しいはずのことも悲しいと感じなくなっていった。自分が糸で操られる人形劇の人形のように思えたのだ。それはだが、町で育ったあの子たちは違う。それぞれが問題を抱え悩みながらも今を精一杯生きている。私の目にはそれがとても眩しく映るのだ。そして次第に私に人としての気持ちを思い出させてくれた。彼らを導いてくれたのはアドル。そうだったな。
これ以上彼らを戦わせたくないと思ってしまうのは、彼らの戦いを終わらせることはできないだろうか。ああ、そうだな。ひとまず今は目の前の問題を全力で対処するとしよう。アドル、よろしく頼んだぞ。ここって100年戦争の犠牲者たちのために建てられた。確か今日はここで慰霊祭も行われるはずだけど。いかにも憎しみや悲しみが蓄積しやすそうな場所です。すごい数のラルバ。一周してやろうぜ。ずらせやがって。どうした？あ、いえ、大丈夫です。この場所他と比べてなんだかすごく嫌な感じがします。来やがったか、グリムワルドの。でもこれはいつもと。あれはバルドゥーク監獄。ええ、それにあの旗は旧グリア王国の国旗だ。監獄にはロムンの国旗が掲げられていたはずだけど。あれは百年戦争時代のバルドゥーク要塞だな。ロスビータだけど、わからない。私もこれだけのものは初めてだ。こうなるとすぐにでも現実のバルドゥークに侵食を始めるぞ。そんなラスビータ、皆さん、いつの間に。確かにこりゃいつも以上だな。完全に囲まれてます。ここはとりあえず要塞に駆け込むってのはどう？罠の可能性って考えてる？いや、確かに妙な雰囲気は感じるが、調べてみた方がいいだろう。アドル、魔物たちを蹴散らしつつそのまま要塞へ向かうぞ。Yeah!
定しよう。かなりの強敵と判断。このまま突入するぞ。